ちょっと待って。なんだよ、大変そうだな。ねえ、ちょっと道具整理するの手伝って。いつの間にそんなに溜まったんです？使ってないもの溜まるでしょうね。使わないで済むものならそれに越したことないだろう。そんなもんです？あれこれ道具使っちゃう癖がついて無駄な出費したくないでしょ。私は単純に道具使うってことを知らなくて。何でもいいから使って。持ち腐れだよ、もったいない。そうですね、ユーリ使いましょう。気が向いたらな。だったら荷物の整理係代わって。